札幌の集団接種会場ではこのように会場でワクチン接種の予約はできませんとの案内が掲示されています。しかしなかなか予約が取れず直接会場を訪れる高齢者も見られました。今日申し込みに来たんですよ、接種の申し込みに。で電話はもう朝からかけてるんですけど全然つながらない。ただいまおかけになった電話は大変混み合ってかかりにくくなっています。とりあえず今日はもう一応帰ってまた電話をかけるということですね。チクッとします。札幌で今週から始まった高齢者向けの優先接種、およそ54万人が対象で、75歳以上が先行して接種を受けています。市は2回目の予約受付を昨日開始。予約枠は前回に比べおよそ 1.5 倍の1万7500人分。電話予約は午後6時の受付終了後も空きがありましたが、インターネットは開始1時間で受付を終了しました。市内ではおよそ480の医療機関も接種を受け付けています。大変混雑しておりまして、次にご案内できるのが7月以降になるんですが、こちらの病院では先週から電話で予約受付を開始、すでに7月上旬まで予約が埋まったといいます。集団接種会場の予約がなかなか取れないということで、普段当院のかかりつけではない患者様からの電話の申し込みもいただいております。接種が始まり課題も表面化しています。体調は大丈夫ですか？ワクチンの1回目ね、はい、かかりつけの患者に限定し接種を開始した病院です。懸念するのが急なキャンセルなどに伴うワクチンの廃棄です。札幌市から接種が始まる直前に接種券のない方にはくれぐれも打たないように、要するにあくまで接種券ありきっていうことを言われてるんですよね。接種券は現在医療従事者や75歳以上に配布されていますが、65歳以上の配布は6月以降、柔軟に対応できるよう市に求めています。せめて65歳以上の方たち、私たちはかかりつけですから原病歴が分かっているので、どういう方がかかりやすいかではなくて、かかった時に重症しやすいか、そういうことは把握してますから、私たちも早く打ってあげたい。空知の由仁町でも高齢者向けの接種が始まりました。町はキャンセルが出た時に備えて、16歳以上で希望する118人を事前に登録。昨日早速キャンセルが出たため、駆けつけた町民2人が繰り上げで接種を受けました。よかったです。キャンセル待ちがあるということで、それだったら、まあね、一日も早く打ってもらった方がいいかということで。一方、おととい、今年最多の38人の感染が確認された旭川市。この病院の重症者病床はすでに満床。通常の ICU もすべてコロナ病床に回さざるを得ないといいます。最終手段として完全に通常診療に影響は出るけども、コロナ病床を増やすと。円滑なワクチン接種の実現に向けて、今が我慢の時と訴えます。で、国民の多くがワクチンを打てば、次の波は来なくなります。ですから終わりは見えてるんです。人の移動もいろんな楽しい宴会もあるでしょうけども、もうちょっと頑張って我慢してください。今みんなワクチン打ち終わったら楽になるから、もうちょっと頑張ってくださいと言えるんです。これから本格化する高齢者のワクチン接種、円滑な接種に向けて体制の整備が急がれています。